んだ。長野県茅野市北山白樺湖に観光ホテルではありえねえ激安ホテル見つけましたわ。その名も白樺湖プチホテルまほろば。和室宿泊は2500円、洋間宿泊は2600円、激安にも程があるというもんよ。玄関とフロント、受付誰もいないから1階の雑貨屋に行った。1階の雑貨屋に受付がいた。フロントに受付がいない場合はこの場所にいる。エレベーターなし、階段で部屋まで移動。ホテルの浴室適温なのがありがたい。電子レンジ、廊下を持った以上に館内は綺麗。部屋布団がふかふかしていてとても2600円税込みの部屋と思えない。暖房あり、エアコンなし、扇風機あり、夏はさすがに暑い。バス、エチケットルームも綺麗。ホテルの目の前にある温泉施設、すずらんの湯を400円で利用できる利用券を購入した。外へ。白樺湖、遠くに白樺湖ビューホテルが見える。白樺湖温泉すずらんの湯、ロビー、フロント、内風呂、低温サウナ、露天風呂、露天の方が泉質が良い気がする。白樺湖プチホテルまほろば、長野県茅野市北山白樺湖3419-84。